こんにちは、谷一です。今日はですね、8月14日のお盆です。お盆にする一番大切なことは、ご先祖様を敬い、感謝を込め、お墓にお参りし、そして家の仏壇に手を合わせる。これがお盆であります。親に言われたことがあります。あなたがいるのはご先祖様のおかげよと、耳にタコができるぐらい教えられております。そして僕はいろんなね、成功を今までさせていただいております。野球、陸上、ゴルフ、まあ勉強の方はね、頭はそんなに良くないのであまり成功はありませんけども、スポーツの方でもう本当にね、いろいろな成功をさせていただきました。そしていろんな怪我もしました。鎖骨を折ったり、目にボールが当たったり、膝を、皿を割ったりとか、いろいろありました。でもその時に重症にならず軽症で済んだのは、多分、ご先祖様がお守りいただいたからだと僕は信じております。ですので、それのお礼とか感謝の気持ちを込めて、いつもお彼岸、お盆、年末年始には必ずこういうふうにして般若心経を唱えております。まあ、毎日手を合わせてるんですけど、特にお盆、お彼岸とかね、そういう仏様の日には必ず心を込めて、普段よりも丁寧にやっております。今日はですね、私のご先祖様の仏壇に般若心経を唱えさせていただきたいと思います。般若心経はね、本当は般若心経っていうのがあります。僕はこれを全て暗記しておりまして、読まなくても、これを見なくても全部覚えております。ご先祖様に感謝して般若心経を唱えたいと思います。それでは、お聞き苦しい点もあると思いますけど、少々お付き合いください。心を込めて般若心経をお唱えいたします。まずはろうそくをつけまして、まあ、お線香に火をつけます。それではお唱えいたします。仏説摩訶般若波羅蜜多心経。観自在菩薩行深般若波羅蜜多自性見合雲海空洞一切空薬者離死意識風意空空風意識色即税空空即税式重層行式薬風尿税者離死税商法空層風商風滅風空風上風増風減税航空中無式無重層行式無限に微絶心に無式症候未速報無限界内視無意識界無無名薬無無名人内視無老死薬無老死人無空襲滅道無知薬無得意無衝動攻防大サッターへ般若波羅蜜多行深無形芸無形芸公無空風音理一切天道無相空行涅槃三世諸仏へ般若波羅蜜多行徳阿耨多羅三脈三宝大行地般若波羅蜜多税大臣衆税大名衆税無常衆税無等道衆農場一切空真実風光降雪般若波羅蜜多衆俗摂衆圧ギャテイギャテイ波羅ギャテイ波羅僧ギャテイ坊寺蘇我伽般若心経。いつもありがとう、感謝してます。はい、これで般若心経を終わります。お盆ということで、ご先祖様が家の方にお帰りになっているということで、一緒にですね、この時間を大事にしています。このようなコロナ時期でもありますし、大変な時でありますので、ご先祖様にお守りいただいて、健康に気をつけて、これからの生活
やっていきたいと思います。それでは皆様、ご清聴ありがとうございました。